できなくてもいい。君のこと分かってるから。こんにちは。こんにちは。おかみです。おかかです。あ、違った。おかね。え？そこ間違うってある？こんにちは。こんにちは。おかみです。おかゆです。おかかです。さて、今日はご報告が。皆様にご報告がございます。はい、はい、あります。ご報告動画です。ご報告動画で一回やってみたかったんだよね。大してないけど。ほぼ大してないんだけど。釣り。よくやってるじゃん、ご報告がございますって言ってスーツでやるみたいな。そうだ、スーツじゃない。スーツじゃない、今日はね。暑い？バカも興奮中だ。そう、実は報告がありまして、まあ、今北海道動画を流してる真っ最中なんですけど、まあ、先週1週間ちょっとお休みしてて、大体週2ぐらいであるんですよ、これ今ね、うん、でもちょっと1回ストップして、いろんな、いろんなことがございまして1回止めてるんですけど、うんうんうん、なんとおかか家、はい、新しい家族が増えます。揃わねえなのかな。なんとおかか家は家族が今日わざとずらしてるよね。散々言ったじゃん。なんとおかか家に新しい家族が増えます。ということでね、ワンコをまた新しい子をねお迎えするっていうちょっとご縁がありまして、でなのでちょっと北海道動画一回ストップして、あとおかかさんの、ね、誕生日もあったんですよね。そうなんです。で誕生日のお見合いとかもやってて、11月18日がおかかは9歳になりました。そうそう、なのであの北海道からはもう帰ってきておりまして、はい、であのおかかさんの誕生日のお祝いしたりとか、その新しい子を迎えるっていうので、まあ、いろいろ準備したりとかしてたので、まあ、先週はちょっと1週間ぐらいお休みしてるんですけど、はいはい、なので次の動画は多分おかかさんの誕生日動画が上がって、はい、コメントもねくださってたよね。そうそうそう、なんかもう気づいてっていうか覚えてくださってて、そう、嬉しかったです。ありがとうございます。でそのおかかさんの誕生日動画をやったらお迎えの動画かな多分、うん、やったりして北海道動画に戻るみたいな感じかなと思うんですけど、はい、そんな感じを予定しております。はい、で北海道の動画もちょっと続くから、うん、多分そのお迎えした新しいワンコの動画はもうちょっと先になるかなと思うんですけど、うん、なんかショートとかね、うん、インスタとか、ね、その辺ではなんか現状報告をしていきたいなと、はい、出していきたいと思っております。で、はい、新しいワンコは何ですか、はい、犬種は、実はフレブルじゃないです。ないっていうね。フレブルでクリームの子がまた欲しいとか言ってたんだけどね、うん、でもおかみさんはね、うん、もうおかかを、うん、あの迎え、あ、おかかに合う子は、うんうん、穏やかな子。そうね、でフレブル結構元気のいい子が多いので、うん、おかかみたいなタイプはすごい珍しいんだよ、うん、特殊だからさ、うん、まあ、なかなかいないんじゃないかなっていう、うん、でやっぱ先住犬がさなんか追いまくられてさ、うん、なんか過ごしにくかったらかわいそうだなっていう、そうそう、うん、思ったんで、うん、なんか気の優しい感じの子がいいなと思ってた、うん、そうするとそうなんですか、ブルドッグ、おかみさんおすすめのブルドッグ。うん、まあ、おすすめなのかな分かんないけどブルドッグって結構気性はさ優しい穏やかじゃないですか、うん、ただでっかくなんだよね。でっかいんだよね。だからそこが、ね、まあ、あとおかかとの相性はどうかっていうのはちょっとわからないところはあるんですけど、これから関係を築いてね。これからですね。うん。ピロ。ね。ね。はい。じゃあちょっと連れてきましょうか。はい、連れてきましょう。はい。こちらでーす。よいしょ。見ながら。よいしょ。あんまり前だと合わない。ここだね。うわ。おかちゃん。わかちゃん、わかちゃん、ちょっと待って、落ち着いて、落ち着いて。気になるね、おかかね。ね、こちら、この子は、はい、ブルーズホームさんのブリーダーさんから、うん、なんかうちね、埼玉にめちゃめちゃご縁があるハイエースのペッちゃんも埼玉で飼っている、ね、そうそう、めっちゃいいよね、スパも含めてさ。そうだね、いろんなものがいい。おかかさんもさ、もともとあれじゃん、埼玉の子。あ、そうそう、おかかもね、埼玉の子なのね、うん、はい、じゃあ後ろに下がろうか。後ろに下がって、みんな
皆さん下がってください。はい、下がってください。はい、下がってください。こちらに急に4人家族になりました。すごいね、家族が増えまして。はい、もうなんかね、ポイントはね、おかかさんと同じ困り顔。そうなんです。なんか困り顔なんだけど、シワはめっちゃ多いけど、もうすでにめっちゃ多い。お父さんがめっちゃシワシワなんです。そうそう、シワシワだよね、ダヴィンチ君。もうぜひブルーズホームさんのインスタとか、あ、見てもらうとね、 YouTube とか見ていただくと、ダヴィンチ君とおやきちゃんの子供だね。そうなんです。おやきちゃんも今日めっちゃ触れ合ったけど、めちゃめちゃ優しかったよね。優しい優しい。定期的にお伺いしに来てくれて、ね、どうですか、楽しんでますか。なんかいろいろお伝えしちゃうとあれだけど、本当に素敵な、本当素敵だね、ブリーダーさんだよね。そうだね、なんか穏やかな方でね。そうだね。でもしっかり落ち着いて、うちもゆっくり考えて、やっぱりお迎えしようっていうことになりました。はい、はい、ね、いや、もっと本当いろいろ言いたいぐらい。うん、でも今日はちょっとだけ、ちょっとで、もう長くなっちゃうね。ね、お帰りの話をし始めたらもう5時間ぐらいかかる。そうですね、うん、はい、朝になっちゃうんで。お名前は、あ、お名前は、じゃーん、おからです。顔が見えてないよ、おかかさん。すごい、おからです。すべてガードされてる。おかかちゃん、おかかとおからです。おかかおからコンビになるんで、うん、なんかあれだよね、インスタの名前とかも変えるかもしれないでしょ。そうですね、分かるように。なんかその辺がちょっとまだ未定なんですけど、でも YouTube のね、名前も変えようと思っていて、ね、YouTube のチャンネル名をちょっとなんかこう、おかかと旅を結構するようになるんじゃないかってことで、うん、以前投稿でね、旅の途中にっていうすごくお気に入りの、うん、もうこのために作ってもらったような、まあ撮影サービスのために作ってもらった楽曲なんだけど、うん、このためにあるような楽曲があるじゃないですか、まあ、あの楽曲の名前をそのままチャンネル名にしようって言ってたんですけど、うん、やめまして。はい、あの、まあ、ブルドッグ、その時は全く考えてなかったね。全く考えてなかった。そうで、ここをなんか数ヶ月の間にバババって進んで、そう、なんか急に考えて、急に巡り合って、うん、でも、まあ、でもその辺の話はまた別でやろうか。そうだね。で、おかぴさんが命名しました。あ、そうで、あのフレンチブルドッグとブルドッグなんで、うん、ブルブルズっていう名前にしようかなと思っております。うん、はい、はい、ブルブルズは、ブルブルはひらがなで、ズはカタカナにしようかねってね、話してるね。ブルブルズね。うん、ブルブル。ブルブル。ね、ブルブルね。ということで、大切に育てていきます。うん、ね、おかかもおからも大切。そうだね。みんなで仲良く ね、過ごしていけたらいいね。うん、わあ、これはいいですね。うわ、危ない危ない。大変だ、おかかさん。歓迎の舞ってことでいいかな。おかかさんは半分ぐらいしか映ってない。じゃあバイバイする。そうだね、おかかさんも持っていて、ね、おかかちゃんちょっと、はい、もうちょっとしたらおかかより大きくなっちゃうからね。間違いない。あ、もっとこっちで、こっちで。またね、バイバイ、バイバイ、バイバイ。おかからできない、プリンプリンできない。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録ポチッとしてね。いいねもしてね。またねー。